タッカブ。はい、どうも、たっぷりカブタムシのお時間です。今回はセアカフタマタクワガタの戦闘能力について徹底解説していこうと思います。セアカフタマタクワガタは知名度が高く非常に人気のあるクワガタですが、強さという部分では誤解している人が多いクワガタなのではないかなと思いますので、今回はセアカがどの程度の強さなのかを具体的な数値を出して解説していこうと思います。まずセアカについて簡単に説明しますが、セアカフタマタクワガタは呼び方がもう一つあって、パリーフタマタクワガタとも呼ばれています。セアカは羽の一部分が赤みを帯びているからセアカと呼ばれ、パリーは学名という世界共通の呼び方、HexR3 is Perry から取ってパリーフタマタクワガタと呼ばれています。ちなみに亜種が4種類いて、今回紹介するのは HexR3 is Perry Paradoxus というスマトラ島に生息する亜種になります。おそらく流通数が最も多く目にする機会が多いのがこの HexR3 is Perry Paradoxus だと思います。それでは動画の構成として、基礎ステータスの紹介、戦闘スタイルの紹介、相性、戦闘動画になりますので、最後まで見ていただけたらと思います。ということで、まずはこちらをご覧ください。これは僕たちが飼育しているセアカのデータになります。個体差による能力値の誤差は多少あると思いますので、そこはご了承いただけたらと思います。このステータス表の下の部分が能力値になりますが、少し分かりにくいと思いますので簡単に説明すると、能力値はほとんどがグラム単位で表記していますが、参考程度にどのくらいの力かを紹介すると、だいたいこのくらいのものを押したり爪の力で持ち上げたりする力になります。挟む力、学力に関しては挟む位置で発生する力が大きく変わるため、トルクという大顎を回転させる元々の力と大顎の先端と付け根でどのくらいの力が発生するのかを算出しています。そしてこの能力値がどの程度の力なのかを他のクワガタ数種類と比較したデータがこちらになります。セアカは能力値を見ると、良くも悪くもバランスが取れていて平均的なステータスになります。しかし学力とリーチに関しては若干平均値を下回っていて他のクワガタに劣っています。とは言っても戦闘時に致命的な弱点になるほどのものではありません。そして戦闘スタイルについて紹介しますが、セアカは姿勢を高くして相手の大顎や頭部を外側から挟み込みに行くスタイルになります。このスタイルはセアカのこの特殊な大顎ならではという部分が大きいのですが、このスタイルだと踏み合った時に上下組上になりやすい傾向があります。上下組上は基本的に不利な組み方ですが、その理由として頭部を曲げるため押し力を 100% 発揮しづらい、組み合いが外れた時に下に潜り込まれるリスクが高いという2点があります。しかしセアカは大顎の形状的に上下組上になっても頭部を曲げずに押し合うことができ、本来の 100% に近い力を発揮できるので、上下組上でのデメリットの一つを帳消しにしています。なので他のクワガタなら不利と言われる上下組上でも、セアカならどこまで不利じゃないという特殊なクワガタになります。そしてセアカのよくある組み方の、パターンをもう一つ紹介します。それが四つ組になります。この四つ組というのはクワガタ同士の戦闘時に、よくある組み方のパターンの一つですが、この時は押し合いというよりはひねり合いになります。ひねり合いになると押し力よりもいかに相手をしっかりつかめるか、ホールド性能が重要になってきます。そしてこのホールド性能に関しては大顎の形状で決まりますが、セアカは大顎の先端の二股が大きく相手をつかむことに特化していて、クワガタ界ではトップクラスのホールド性能を誇ります。なのでセアカは四つ組になると、多少格上の相手でもひねって地面から引き剥がすこともあります。またひねり合いでは
足の長さも長い方が有利なので、セアカを含む二股クワガタは足が長く有利な傾向があります。ほとんどのクワガタが上下組の上と下、四つ組のどれかは不利になるのに対し、セアカは特別不利になることがないという強みがあるため、基礎ステータス以上のパフォーマンスを発揮することが多々見受けられます。続いて相性について紹介します。結論から言うと、セアカの相性のいいクワガタに関しては、大平田や大クワガタなどのドルクス属全般で、逆に相性が悪いのはギラファやタランドゥスになります。順番に解説していきますが、大平田や大クワガタなどのドルクス属相手でも、先ほどの組み方の強みを生かし、能力値の差を埋めて互角の戦いをすることも多く、体格差次第ではドルクスよりも強い場合もあります。大顎の長さを除いた体格が同じくらいであれば、おおよそドルクス族と渡り合えるくらいの力を持っています。ドルクス族に対して単純な能力値では劣っていますが、相性で言えばかなりいいと思います。しかしギラファなどの大顎が長く力も強いクワガタや、押し力走力どちらも強いタランドゥスが相手だと、相性は悪いです。ギラファの場合はかなりの確率でセアカが上下組上になり、ギラファの大顎を挟み頭部まで顎が届きません。これを無理やり頭部を挟みに行くと、ギラファの大顎がセアカの前足、場合によっては中足まで取られ、あっさり持ち上げられるか、一気に引き上がされメンタルに大きなダメージを受けてしまいます。しかしギラファの大顎を挟み、そのまま押せばギラファがロックを発動として交代するので押すことはできます。決定打にはなりませんが、ギラファを足場の悪い場所まで追い込めば勝機はあると思います。そのためギラファに対して相性は悪いですが、極端に悪いわけではありません。タランドゥスと戦う場合もセアカが上下組上になることが多いですが、タランドゥスの場合は押し力と走力がどちらも強いので、セアカの力では多少押すことはできても引き剥がして落とすのは厳しいです。さらに組み合いが外れた時にタランドゥスは下に潜り込んで一気に足を取ってくるので、こうなるとセアカになすすべがなくなります。組み方とパワーバランスを考えると、タランドゥスに対しては相性が悪いと思います。それでは最後にセアカの戦闘動画をご覧ください。はい、ということで今回はセアカ二股クワガタの戦闘能力の解説でした。今後もクワガタ関連の動画を上げていきますので、興味のある方はチャンネル登録、高評価、ツイッターのフォローよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。